シーホースビカーファンフェス2022-23ようこそシーホース。シーホースビカーホームコート MC の小林徳一郎です。皆さん今シーズンも熱いご声援ありがとうございました。シーズン初めこうやって 100% 収容ができるようになって、そして今年度になってからは皆さんの声出しも解禁となって、いつものこの光景が帰ってきたなという感じがします。そして今日はですね、ファンブースターの皆さんに感謝の気持ちを込めまして、シーホース三河のファンフェス2022-23を開催いたします。たくさんのご来場ありがとうございます。どうぞ思う存分今日一日ゆっくりと楽しんでいってください。ではまずはですね、今シーズンを振り返ったハイライト映像をご覧ください。まずは今シーズンのハイライト映像をご覧いただきました。もう興奮のシーンばかりですよね。それではお待たせいたしました、ここでシーホース三河選手の入場です。大きな拍手でお迎えください。
is our house. You guys are the sixth man of this arena. Are you guys ready? Please welcome our hometown team, Seahorse Mikawa! Number one, Taichi! Captain Shisuke Kashiwagi. Number four, Masashi Hosoya. Number seven, Satoshi Nagano. Number 18. For Davante Gunner. And number 32, Abby Cookie Schaefer. それではここで残念ながらファンフェスに参加できなかった選手からのコメントもご覧ください。 Hello, ありがとうございます。 Sorry I can't make the fan day, but I really appreciate you guys this year, and ありがとうございます。 Thank you guys for your support throughout the season. I'm really grateful for you guys. I'm sorry for the fan day. Thank you so much. ありがとうございます。 Hi Seahorse, Mikawa Boosters. Thank you so much for the support this year. I had a very memorableseason. Thank you guys for all the beautiful messages on social media and the presents. I had a great time with you guys as well as my teammates. I'm sorry I will not be able to make the Boucher event, but wishing you guys all the best and thanks for having me here at Seahorse Mikawa. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Toki hanate. Go Seahorse. Hello. Thank you for supporting me all season while I was here. The best fans I had since I've been playing professional. I hope to see you guys again. Sorry I can't make the fan event, but it was a pleasure playing for you. Thank you. Bye. Arigato. Hello, Boosters. Hello, Seahorse fans. Thank you for your support this season. Thank you for cheering me on while I'm playing. And thank you for being there as a sixth man during the season. Sorry I won't be able to make the fan event. I have to go home and deal with the injury, but thank you guys, and see you again soon. Bye-bye. ありがとうございます。それでは続いてチームを代表して柏木キャプテンからご挨拶です。皆さんお久しぶりです。今日はファンフェスということで、ここにいる細谷さんを筆頭に若き精鋭たちが皆さんのことを大いに、楽しませてくれると思いますので、皆さんもぜひ今日一日楽しんで帰ってください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。
それではファンフェス 2022-23 ティープオフ。まず第一クォーターはチーム対抗アンケート対決。ルールを説明します。各チームから代表者1人ずつが対決、先攻後攻を決めて、このボックスから1番から9番数字が振り当てられた紙を1枚引きます。でその引いた数字を人数とし、これだけたくさんいる会場でその人数が当てはまるような質問を考えていただきます。例えば3っていう数字を引いたら、会場の中から3人だけが手を挙げる、それに当てはまる質問を考えてもらうという、そんな対決です。会場の皆さんは選手がした質問に対して当てはまる場合はどうぞその場で手を挙げてご起立をお願いいたします。手を挙げた人数がボックスから引いた数字に近かったチームが勝利。これを全3回戦行って1勝につき10点獲得となります。なおスタッフが数えきれないぐらい多くの人が手を挙げてしまった場合は失格、両者失格になった場合は引き分けとなります。では両チーム1人目の代表者を決定してください。お願いいたします。ちなみにこちら側がチームホワイト、そしてあちら側がチームブラックです。では代表者1名前にお越しください。ホワイトからは中村選手、ではブラックからはシェファー選手、どうぞお越しください。ではまずはじゃんけんしていただいて先攻後攻決めていただきましょうか。じゃんけんぽい、はい、これでしょ、はい、勝ちました。どっち、はい、先攻で、先攻で先に行くわけですね。はい、では中村選手、はい、引いて番号の読み上げをお願いします。いや自分の背番号引きます。お、はい、惜しい。でも大変よこれ、こんだけの中から2人だけ当てはまる質問を考えなきゃいけないんで、皆さん当てはまる場合は手を挙げてご起立をお願いいたします。2人です、これだけいる中で2人だけが当てはまるもの。じゃあ中村選手、はい、お願いいたします。ではですね、ちょっと季節外れなんですけど、はい、昨日おでんを食べてきた人いかがでしょうか。昨日の夜、昨日一日、昨日の夜、あー、まあ夜にしましょう、夜にしよう、夜にしよう。昨日の晩ご飯が意外といるんじゃない。そうね、意外といるから、おでんだ、5月っすよ、5月、5月ね、5月、おでんだった方手を挙げてください。そしてご起立お願いします。ほらほら、いいんじゃん、誰かゼロやないかい。昨日の夜が、おおお、一人来た、もう一人、もう一人いる、おった、あそこにあったここにおった、本当絶対ですよ、あっちも分かった、あっちも分かった、どんどん増えていく、選手なしで、選手なしでえ、でもお一人、どこにおる、どこにおる、あ、いたいたいた、すげえすげえすげえやったぜちょっとちょっと、じゃあ今マイク持っていくんで、え、昨日の夜おでんでした、お母さんがおでんがいいっつっておでんにしました、すげえすげえ、ガチじゃないですか天才や、ちなみに好きな具は何ですか。はんぺん、はんぺん、はんぺん、すごい、いきなり、はんぺん、いきなりビンゴこれということは、そうです、シェファー選手もこれ当てないとダメだね。これ前もってアンケートがしてないですか。してないです、いきなりガチだよね、ガチです、これはマジで、これすごいね、はい、いや当たると思わなかったな、当たりいたか頑張れ何人、おお、6人、6人です。じゃあ6人に、あ、6人ってまた難しいね、6人に当てはまる質問を考えてください。ちなみに今日どれぐらいいるんだろう、1000人近くいるのかな、そんな中での6人ですからね。じゃあ、タイチのファンの人いや、もっといるよ、もっといるよ、ではもっといる、もっといるよいや、少ないかもしれない、あ、ちょっと多いかなと思ったんですけど少ない、僕は怒れ怒れ少ないかまあまあ、それは冗談として、じゃあ、ゲームが好きで、ゲームをするためにゲーミングパソコンを買った人、もうそれシェファー選手みたいにね、はい、それ配信とかじゃなくていい、なんか普通ゲーム、ゲームするためにゲーミングパソコンを買った人、まあ、他の用途もあってもいいですけど、何ですか、まあ
基本はもうゲームのためにゲームのためにちょっといいのを買っちゃったっていう人ハイスペックのやつを、はい、あもう一人すでにあそこに立ってる、はい一人、はい他にはあち上に上にお一人いる、二人結構いるかな、あそこ3あ3人3人4あ4人4人割と欲しいんじゃない、4人ほらほらほらどこにどこにいる、5人あと一人いたらちょっと待って、どう1,2,3 5人だ、5人今5人6あどこ小畑さん、え666いた6いた、僕ですじゃあ、いたご起立お願いします、で、これで6人、1,2え、6人いる、そうだよね、1,2,3,4あれ5だって5でほらどうなの今な、え何 5? 残念、あそこにもいる、そっちにもいる、あそこにいた、6人だ6人すげえな2人ともやったということはこれ同点ながら両チームに10点入るってことですね、まあまあ、いきなりすごいことやるね、ちょっとじゃあ軽く今ご起立された方1階席でちょっと今これどっちのゲーミングゲームのためにパソコンを買われた、買いました、ちなみに好きなゲームはマインクラフトやってます、どうですか、僕もちょっとだけやってましたそんなに詳しくないです、でもすごいね、実際にやっぱいらっしゃるんですね、そうなんですよ、なんなら持ってるかと思ったんですけど、でも6人ちょうどでした、はい、ということで、ではお二人に大きな拍手をお願いいたします、見事2人6人です、すごい、では続いていきましょう、続いて2回戦どなたがこちらにいらっしゃいますか、それぞれのチーム代表者お願いします、いきなりビンゴ2人です、10対10です、長野選手、そしてブラックからはどなたが定着る、定着る来ました、定ちゃん、そうですね、お子さんおめでとうございます、ではじゃあ先行そのままでいいですかね、はい、では中野選手お願いします、3です、3人に当てはまる、お願いします、そうですね、3人チームメイトに本厚から来た人がいるんで、うん、今日本厚から来た人、本厚ってなんだっけ、厚木市出身、厚木市から今日来た方、厚木市から来た方、3人いるかな、厚木市から来たっていう方、手を挙げてご起立お願いします、あれやばい誰もいない神奈川県から来た人、神奈川県から来た人、おー神奈川県だと1 2 1 2、ご起立お願いします、ご起立お願いします、3 4 3 4 1 2 3 4、めっちゃ上手、あー増えた増えた、どぼーじゃあ今ので今多いだから厚切りしだったら0だったけど、神奈川だったら今何人ぐらいでした、10人ぐらいいました、結構いらっしゃいました、うわ、はい、じゃあ次ていちゃんお願いします、これでていちゃんが数とすごい無理だろ、3は近い数字だった場合は9 99人です9 こんだけの数の中から9人です、 My question is how many gave birth this season? 質問は、今年お子さんが生まれた人たち、まあね、ちょっとていちゃん生まれたばっかりなので、今年お子さんが生まれた、
さあご起立お願いします。おお、怖い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 。やば。お一人。あとはあとはあそこ、あそこに手振ってる手振ってる、二人二人二人。あとはあとはあとは二人、今二人。今シーズン、今シーズン、今シーズンなので2022シーズンだから10月が3人、3人、1、2、3、今シーズン、今シーズンお子さん生まれた方、あおめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます。そしてあこちらにも、こちらにもおめでとうございます。じゃちょっとお話伺いましょうか。あ、6人、6人。でもすごいね。上にも、あ、上にもいらっしゃって、上にもいらっしゃって。おめでとうございます。今マイク。お子さんのお名前は何ですか？とうあって言います。こうあくん、こうあくん、おめでとうございます。あ、雄大選手推しなので。雄大。あ、西田選手のファン。あ、19来てる、かわいい、おめでとうございます。今シーズンお生まれになったんですね、おめでとうございます。じゃあということで一番近かったということで今回の勝者はチームブラックです。大きな拍手をお願いいたします。10点が加わります。それでは3回戦やる予定でしたがちょっとお時間が来てしまったので2回戦で終了となりますが、第1クォーターチーム対抗アンケート対決、ご起立いただいた皆さんもありがとうございます。大きな拍手お願いいたします。そしてお子さんおめでとうございます。皆さんおめでとうございます。それではですね、次のイベント準備のため選手が一度退場いたします。どうぞ皆さん大きな拍手でお送りください。では選手の皆さんどうぞ一旦ロッカールームへお願いいたします。ではですね、選手の皆さんが準備をしている間にここからはファンフェス2022-23大抽選会を開催いたします。参加ご希望の場合はですね、自分の席を離れないようにお願いいたします。なお番号発表時に不在の場合は当選を無効とさせていただきます。ご了承ください。今からですね、スーパーガールズの浅見さんが iPad 抽選をして当選番号を発表していきます。それではスーパーガールズ皆さん大きな拍手でお迎えください。そして番号当たったよという方は近くのスーパーガールズ皆さんにアピールをお願いいたします。番号が当たった方は近くのスーパーガールズ皆さんにアピールをお願いいたします。では浅見さんが iPad 抽選をして当選番号を発表していきます。見事当選した方、どうぞ近くのスーパーガールズ皆さんにアピールをお願いします。では準備よろしいですかね。はい、それでは1人目の抽選をよろしくお願いいたします。791番の方、791番の方、さあアピールお願いします。791番、どこどこ、いらっしゃった、おめでとうございます。おめでとうございます。試合し、今回第2クォーター終了後ですね、この第2クォーター終了後にあの選手の幕の前までお越しください。選手の幕の前まで お越しください。では続いていきましょうか。2人目です。156番の方、156番、156番、いらっしゃった、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。第2クォーター終了後です。選手の幕の前まで、選手の幕の前までお越しください。では3人目いきましょう。1752番の方、おーすごい、1752番、いらっしゃった、早い、おめでとうございます。おめでとうございます。選手の幕の前まで、あちら第2クォーター終了後ですね、お越しください。では続いていきましょう。1493番の方、1493番、あちらあちらいる、
おめでとうございます。おめでとうございます。番号なくさないようにしてくださいね。第2クォーター終了後です。選手の幕の前までお越しください。では最後の一人、1543番の方。1543番、1543番、あちら上、おめでとうございます。1階ロビーです。選手幕前までどうぞお越しください。1階ロビー、選手幕前までお越しください。ハーフタイム、タツオンダステージ終わりに、景品を選んでいただきます。タツオンダステージ終わりにコート内で景品を選んでいただきます。ということで1階ロビーの、選手幕前までどうぞお越しください。当選された方おめでとうございます。大きな拍手お願いいたしますということでファンフェス2022-23大抽選会でした。それでは第1クォーター第2クォーター間、このインターバル、選手の準備ができるまで今しばらくお待ちください。なんてなのか、試合の発表は
それではお待たせいたしました。第2クォーター始めてまいりましょう。第2クォーターは三河ポージングバトル。ルールを説明します。私服に着替えた選手が各チームごとにテーマのポーズに挑戦します。審査ポイントは1、芸術点、2、協調性、3、盛り上がりの3つです。審査員の方々にはブースタークラブ会員の皆さんにお越しいただいております。大きな拍手お願いいたします。こちらの皆さんに、こちらの皆さんはチームブラックの、あ、チームホワイトか、チームホワイトの、そしてこちらの皆さんはチームブラックの、審査をしていただきます。芸術点、協調性、盛り上がりの合計で高得点を出したチームが勝利、30点獲得となります。では早速登場していただきましょう。まずはチームホワイトの登場。チームホワイトのテーマはとにかく明るいチームホワイトです。それではポージングいきますよ。せーの、長野選手ありがとうございます。チームホワイト、大きな拍手をお願いいたします。いいですか、じゃあこちらの皆さんはチームホワイトの審査ですからね。で、一旦じゃあ一度戻っていただいて、さあこのあたり芸術性、協調性、会場の盛り上がりが審査のポイントとなります。なかなかかなりのチームワークだったんじゃないかなと思いますが、それではチームブラックの登場。チームブラックのテーマは筋肉です。おい、脂肪だ。おい、脂肪だぞ。とにかく変わってないよ。それではポージング、せーの、こちら側、ではこちら側に向かって、それではポージング、せーの、では後ろ TO 側に向かって、それではポージング、せーの、それではあちらがポージングいきましょう。いきますよ、せーの、ありがとうございます。ではチームブラックの皆さんそちらに、でチームホワイトの皆さんもではこちらにお越しください。では審査員の皆さん、今のを見た上で、これ別にあのこちらチームホワイトひいき人とかそういうのはないですからね、フラットに審査をしていただきたいと思います。ではそれぞれこちらの3人の皆さんはチームホワイト、そちらの3人の皆さんはチームブラックを今の3点で判断していただきたいと思いますので、どうぞ3人でお話し合いお願いします。まずは芸術点何点つけるか、その後協調性何点つけるか、盛り上がり何点つけるかをお願いいたします。分かってますよねやめなさい、やめなさい、詰めるのやめなさい、マーシー、どうも、分かってますよねじゃないんだよ、子供にすり寄るな。ではみんな、みんな動くな、みんな動くな分かってますよね、分かってますよねじゃないんだ、分かってますよねじゃないんだ、分かってます、ちょっと小学生はいいからもうさあそれでは審査員の皆さん、
準備よろしいでしょうか。ではこちらの皆さんはチームホワイト、そちらの皆さんはチームブラックです。ではまずは芸術点上げていただきましょう。芸術点お願いします。ドン9対10。よし、1点、ブラックがリード。にらむな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 じっと見るな。では続いて協調性、チームワーク、協調性ドン、あ、10対10。さあ最後の会場の盛り上がりです。会場の盛り上がり、こちらそっちに詰めていくな詰めていくなではでは盛り上がり点をお願いいたします。どうぞ。10、10ということで、最初の芸術性でこちらが1ポイント足らずにチームブラックの勝利です。ちょっとだけお話伺っていいですか。芸術点1点足りなかったのはこれ何か理由はあったりするんですかね。ちょっとお話聞かせていただいてもいいですか。かなり迷って10と9かなり迷って迷って何が決め手でしたか。いや特にじゃあ10じゃないかって。まあでもなんとなく10よりはちょっと9かなと。すいません謝ることではないです。これはすいません、すいません。ちなみに誰がちょっと引っかかったとかありますか。そうです、ちなみに誰が引っかかりました。長野さん、はい、メインのところがではちょっと僕そちらにもお話伺おうかなと。みんな10でしたけれども、これも3人でお話ししてのことですかね。どなたかじゃあマイク取っていただいて。ああはい、これもう文句なく全部10点でしたか。いや細谷選手がすごいプレッシャーやっぱそうだよね、ちょっとありましたよね、圧かけてる感じがね。いや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 、バスケだったらディフェンスのプレッシャー与えるのは当たり前でしょそれと一緒。やっぱちょっとでもそれがなかったら例えば点が違ったなっていうところありますか。いや他の やめてもらっていいですかやめてもらっていいですか。ほらちょっとびっくりしちゃって言葉がまあでもね、これじゃ特に良かったの誰かいますか。どなたが良かったとか。あもうやっぱりこれは細谷選手は、あ、はい、一番良かったということで。じゃあ今ね一人でじゃあ最後にじゃあ細谷さん今言われたんで、ぜひちょっとこちらでじゃ筋肉ポーズを。じゃあ皆さんシャッターチャンスです。筋肉ポーズを。それではポージング、せーのありがとうございます。ということでチームブラックの勝利、おめでとうございます。30点獲得です。では全員皆さん並んでいただいて、審査員の皆さんもちょっと並んでいただきまして、記念撮影をしたいと思います。でこれはですね、勝ったチームブラックのポージングをチームホワイトの皆さんにもしていただきたいと思いますので、筋肉ポーズをお願いいたします。あれがまあ筋肉ポーズだったのかどうかよくわからないですけどもね。ではちょっと並んでいただいて、皆さんで筋肉ポーズをしていただきましょうか。では皆さん並んでいただきましょう。よろしいですか。じゃあせーので筋肉ポーズいきますよ。せーのOK、 ありがとうございます。大きな拍手をお願いいたします。審査員の皆さんもありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ではここで次のイベント準備のため選手がもう一度退場します。大きな拍手でお送りください。そうです、今のゲームで一気に差がつきました。チームブラック50点、チームホワイトが10点、40点を追いかける形で折り返しです。ここで改めてご案内いたします。先ほどの大抽選会当選された皆さんは1階ロビーの選手の幕の前までお願いします。先ほど当選された方、1階ロビーの選手の幕の前までお願いいたします。
では前半終了いたしました。ここからはハーフタイムに入ります。まずはスーパーガールズのパフォーマンスからお楽しみください。 Please welcome your seahorse Mikawa Supergirls。Akari!Thank you, your seahorse Mikawa Supergirls! Thank you! Your Seahorse Mikawa Supergirls! 続いてはこのコーナー、Tots on the Stage! Seahorse Mikawa のハーフタイムといえば、チームとタレント契約を結んでいる達夫さんが毎回趣向を凝らしたネタを披露してくれております。ファンフェスの今日は一体どんなことをしてくれるんでしょうか。大きな拍手でお迎えください。達夫さんでーす。さあ、達夫さん、よろしくお願いいたします。今日が本当に今シーズン最後のタッツオンザステージということで、こんなことをします。今シーズンの総まとめ、
思い出カルタ大会。巨大カルタを使って今シーズンを振り返ります。カルタね、今周りにね配られておりますけれどもね。なるほど、今シーズンも本当にいろんな名場面がありましたからね。そしてファンフェススペシャルバージョンということで、この方々にも参加してもらいます。大きな拍手でお迎えください。ナンバーワン対中中村、ナンバー21コウスケ橋本。ね、来ないですね。ナンバーワン対中中村、ナンバー21コウスケ橋本。すげえ、達夫のあれ着てきた。それサイズ合うんだね、すごい。なんならぴったりじゃん、ちょっと大きい、ダボダボ。でも肩の辺とかね、すごい合ってる感じがしますけども。さあ改めてお二人に大きな拍手をお願いいたします。今シーズンを振り返るとね、中村選手は達夫と毎回こう息の合ったパフォーマンスをしてくれてるってイメージがあって、どうですか、1年なんか達夫との関係、絆は強くなった感じですかね。いや、いつもネタが切れてたんですけど、何もやってくれなくて、結局一人で考えるっていう。まあだから、ちょっとどっちかというと一方通行な愛だったからっていうね。そうですね、勝手にやってただけなんで。でも達夫にももうちょっと反応してほしかったなみたいなね。そうですね、結構こう見えて、全然来ないんですよ。ツンデレなところがあるかもしれない。だから嫌いです。あとこうちゃんに関して言うと、ちょっとどうですか、1年なんか達夫との関係が薄くなってったなっていう感じが正直ありますけど、どうですか。そうですね、中村くんが出てきたんで、はい、ちょっと譲ろうかなと思って。あ、寂しくなかった、そこは。あ、全然寂しくないです。ちょっと安心しました。そういう後継者が現れてよかった、はい、後継者、はい、出てきてよかったです。ということで今日はですね、このお二人を、まあ、お迎えしてですね、こんなことをやります。思い出カルタ大会。あ、周りに見てください、カルタが並べられております。今から僕が読み上げるので、みんな真剣にカルタを取りに行っていただきたいと思います。結構遠いですね。結構遠いですよ。結構遠いし、はい、カルタなんか本当に久しぶりじゃないですか。そうですね、記憶にないです ね、 ね、最後やったの。しかもこんなね、コートにこうばらまかれてる感じでっていうね、はい、ではそれぞれで今シーズンを振り返った名場面のカルタですので、ちょっと今いいですよ、今のうち何がどこにあるかなんとなくこう見といていただいて、達夫もね、達夫も参加しますからね。いいですか、じゃあいいですか。それでは思い出カルタ大会スタート。手まりちゃん達夫剣にちょっと引く、取った。そうです、手まりちゃん助演女優賞もね受賞されてましたけど、まさかバスケットコートに犬が現れるなんて。覚えてる、これありましたね、記憶にあります。なんか見ました、うん、ツイッターで見ました。すごい可愛かったんですよ、本当ね。なんかこう、はい、達夫のステージの中で初めてなんか可愛いっていう感じのため息が漏れた時でもありましたね。達夫に懐くんすか。でも懐いてなかった、なんかちょっと怖かったですよね。実際のところ、この可愛いですね、靴下履いてるのが。そうなんです、ちゃんとね靴下履いてますけども、はい、じゃあぜひあの皆さん撮るとき、はいってお願いします。はいって感じで、達夫ちょっと言えないですけどね、はいって感じで手を挙げていただいて、はいって撮ればいいです、はい、あ、はいはい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ、はい、こうちゃん1枚ゲットです。はい、続いて大きいなシェーファー選手のユニフォーム、大きいな。あすげえ、ルーズボールを追う感じで早かった。やりました。これは達夫には負けられません。ちょうどシェーファー選手が怪我をしてしまった後、はい、長野選手がヒーローインタビューでこの達夫が着てた T シャツを着てきてくれたというね、そんなシーンでもあります。はい、では続いていきましょうか。ちょっとこれまた近いかな。アビー見てるか、やったぞ、また。はいはいはい、2枚目ゲット。これはもうね、そう、これはもう大地ですよ。これはもう、そうです、これはもう僕が作りましたから。これでも元々この時ってアビ見てるかっていうのはもう勇気満々で、いや、もうその場のノリで、うん、もうアビが、まあ、見てるんですけど、あそこで、はい、はい、顔すごい、あ、今も見てくれてるね、はい、見えたんすよ、はいはい、アビが、はい、目の前に、
それでひらめきました。そうか、アビ見てるかやったぞ。これね、ツイッターのちょっとまたハッシュタグにもなったりしましたけどもね。はい、はい、ということで中村選手が2枚ゲットリードしております。いきましょう。これはまた本人に取ってほしいな。流れを変えたデンジャラスコーちゃんのスリーポイント。な流れを変えた、はいはい、はい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 、違う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 、え顔が、顔は一緒だけど、これでしょ、それ違うんだ、全然違う、顔は一緒だけど違う、これ以外ある、全然違う、違うんだこれ、違う、俺だけど違う流れを変えたデンジャラスコーちゃんのスリーポイント、はい、もう今シーズンそんなシーンもたくさんありましたね。もうついにこのスリーグ皆さん見ることができたっていう、はい、ご本人的にはどうでしたか。そうですね、ウィングアリーナで、僕の武器であるスリーポイントを皆さんの前で、見せることができて、はい、よかったです。最高です。もう来シーズンもたくさん見せてください。よろしくお願いします、はい、どうす、では行きましょう。ヴィンセント・ファンコーちゃん、ヴィンセント、イエーイ早い、覚えてた、もうこれぶっちゃけどうでした、この絵は。どうでした、はい、達夫が AI を使ってイラストをっていう、もうちょっとね他のやつあったんじゃないですか、いいやつが。もう一個ありますけどね、こっちのほら、いやこれはいいっす、これは面白いからこっちのが100倍おもろいっす教科書に載ってそうですね、やっぱりね。中村選手的にはちょっとあっち側にいじってほしかった感じなの、こっち側に。これはしけるっす、もうただなんかちょっと K-POP だな、 K-POP な感じね、はい、感想で終わっちゃうっすこっちはもう完全に最高っす、これもいじってますね、ちょっとネタ枠だったよね、完全にね、ほんといじられましたはい、ということで、お今3枚で中村選手がリード。ではラストです。攻撃耐え、最後は西田選手のブザービーター。攻撃耐え、最後は西田選手のブザービーター。はいはいはい、あったー。ではどうぞ真ん中に持ってきていただいて、これはもう皆さんもだいぶ記憶に残ったんじゃないでしょうか。はい、アウェー富山での試合での2戦目ですね。はい、この時ってベンチの盛り上がりとしてはどうでしたか。僕ベンチにちょうどいたんですけど、ボールの軌道的に入ったと思ったんですよ。で彼この試合レイアップミスってるんで、はい、あこれで落としてね、そうなんか本当にドフリー外してこの野郎と思ってたんですけど、はい、やってくれましたね、最後やってくれましたね、はい、持ってきました彼が。試合後なんか話したりしました、これ。いやもう2連勝してね、やっぱ富山ってバス移動なんで、はい、もう最高に気持ちいい帰りのバスだったっす、ね、そうか、だから最高でしたね、はい、2連勝たちもね、はい、でも僕はレイアップ決めてって言いました、はい、でもなんか自作自演っていう話もありましたね、外してさらに決めてっていう、本当いやらしい男ですよね、はい、最後は持っていったっていうね、はい、ということでこれでカルタはこうちゃん3枚、中村選手3枚、はい、企画した達夫0枚。何やってんだよ、何しに来たのということで3対3こうちゃんと中村選手が勝利です。改めてですけれども、このタッツオンザステージ出演されてみて中村選手いかがでしたか。いや僕は入場だけやってたんで別にハーフタイムの、まあ、ダンクはちょっとやってみたいなと思うんですけど、まあ、このぐらいでいいかなと、はい、そしてこうちゃん久々のカルタもいかがでしたか。そうカルタ、カルタというか、まあ、このタッツオンザステージちょっとお腹いっぱいですねもう、はい、毎回呼ばれるもんね、こう毎回呼ばれますね、去年も呼ばれたんで、はい、来年はね、ちょっと太一くんに任せようかなと、はい、ありがとうございます。ということでお二人にも参加していただきました。来シーズンのタッツオンザステージもどうぞお楽しみに。以上タッツオンザステージでした。ありがとうございます。では続いてこちらコート内にファンフェス2022-23大抽選会の当選者の皆さんにも来ていただきます。センターコートにどうぞお越しください。皆さんには事前に景品を選ぶ順番を決めていただいております。ではこちらお並びください。こちらからお一人目、二人目で、向こうが正面ですので、はい、よろしいでしょうか。まずは当選おめでとうございます。大きな拍手お願いします。
では1人目の方から好きな番号1から5で選んでいただきたいと思います。何番がよろしいですか？4番で。4番でということで、4番全選手との撮影記念撮影権利です。おめでとうございます。いかがですか、全選手との記念撮影。今ちょっと心臓の無気拍数がかなり上がってしまったんで気絶するかもしれないです。ちょっとすごいことですね、全員と写真撮れる、嬉しいですね。おめでとうございます。では間失礼します。ではお二人目の方、番号をお願いします。1番で。1番。2022-23 シーズンゲームデーポスター全30枚プレゼントです。今シーズンのこのポスター全部です。どうしましょう？とりあえず飾っておきますでもあれね、本当に毎日変えてもいいぐらいな感じですもんね。ぜひ変えてまた楽しんでください。おめでとうございます。では続いて3人目の方、では番号をお願いいたします。3番で。3番。全選手サイン入り最終戦使用ボールです。実際にゲームで使ったボールに選手の全員のサインが入っております。いかがですか？嬉しいですね。嬉しいですね、だって試合級ってことですもんね。いろんな思い出が詰まってますけども、どこに飾りましょう？部屋に飾ります。おめでとうございます。素晴らしい商品がたくさんあります。ではさあ、でもまだあと2つあるからね、ごめんなさい。じゃあそれでは番号をお願いいたします。2番。2番。選手サイン入りバッシュです。選手のサインが入った、実際に選手が使ってたバッシュです。いかがですか？絶対飾ります。絶対か。どこに飾る？部屋。いいね、おめでとうございます。では最後もうあと一つですけれども、はい、それでは一応番号をお願いいたします。5番で。5番、開けてください。どうぞ。好きな選手1名と5分フリータイムちょっと重いみたいな感じででも嬉しいでしょ、すごいでしょ。ちなみにじゃあどうしようかね、誰選びますか？まだ決められない。決められないです。でも決めていただいて、後で好きな選手とどんなこと話しましょうね。どうしようちょっと緊張しちゃうよね、ちょっとね、改めてって言われるとね。でも好きな選手と5分ゆっくりお話しいただけますので、おめでとうございますということで、改めて当選された皆さんおめでとうございます。大きな拍手お願いいたします。
シーホースビガーファンフェス2022-23、それでは後半戦入っていきましょう。第3クォーターはミカデミー賞主演男優は誰だ。それではルールを説明いたします。まだいないね、チームブラックが。ちょっと呼んできてください。ロッカールームの皆さん、選手の皆さん、お越しください。始まりますよ、始まっておりますよ。第3クォーター始まってます。ではですね、ルール説明したいと思います。チーム内で1名のみが苦いもしくは酸っぱい飲み物を飲みます。他の選手には苦いもしくは酸っぱい飲み物を飲んでいる演技をしていただきます。回答チームはどの選手が苦いもしくは酸っぱい飲み物を飲んでいるのか当ててもらいます。見事苦いもしくは酸っぱい飲み物を飲んだ選手を当てれば30点獲得、外れた場合は0点です。それでは揃いました。あれ、キャプテンいないね。まだ来てない。2人いないね。えていちゃんと柏木選手、来ますかね。じゃあとりあえずこっちはみんないる。あれ、長谷選手いない。あれ、さっきでもいたよね。とりあえずはじゃあまず座っていただきたいと思います。では先行ブラックチームなので、ホワイトチーム、じゃあこちらにご移動お願いします。座ってください。あ、来た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 。あ、なんか仕込んでる、なんか仕込んでた。神様、神様、神様。ありがとうございます。急に渡されたっていう。ではブラックチーム、皆さんそこにご準備お願いします。いいですか、準備。聞いてましたかね、苦いもしくは酸っぱい飲み物をどれか1個入ってますからね、どれか1個入ってますからね。ではですね、じゃあ実際に本当にこの苦いもしくは酸っぱい飲み物を飲んでしまったらどんな感じになるのかをこの人にやっていただきたいと思います。せーの、中堀さーん。ドンキー、純喜さん、では純喜さん、ちょっとこちらに来ていただいて。では飲み物はありますかね。こちら飲むとどうなるのかっていう。飲み物をじゃあスタッフの方持ってきてください。純喜さんが飲む用の苦いもの持ってきていただきたいと思います。ではこの方、大久保さんに持ってきていただきました。では大久保さん、大久保さん、帰っちゃう、帰っちゃう、ちょっとここに残っていただいて。恥ずかしいから。なんでしょうね、このジョーカー感がある感じ。ちょっと改めて2人並んでいただいていいですか。皆さんお写真を。こういう終わりコンビ、そうですよね、なんかね。では改めて純喜さん、ちょっとじゃあ飲む前に対談も発表されましたけれども、ちょっとファンブースターの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、なんかこんな格好でセンブリ茶持ちながらなんか。あれなんですけど、今シーズンもご声援本当にありがとうございました。僕結構苦いの得意ですし、もう大師匠の愛希さんからいただいたものなんで、もう男らしく一気にいきたいと思います。はい、では飲んでください、お願いします。あか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 って。やばいやばいやばい。
こうなります、こうなります、こうなります、こうなります。いいですか、本物を飲むとこうなります。これぐらい、これぐらいな感じです。これガチで、ガチでこうなります。これ本当ですか。これ本当です、こうなります。本当に飲んだ、本当に飲んだ、本当に飲んだ、本当に一回吐いた。もう疑心暗鬼ですよ僕ら疑心暗鬼。ちょっと どうでした、味的には。やばい、ずっとずっと残ってます今も。ほら、だから本当に飲むとこうなっちゃうのをどれだけ平然としていられるか、もしくは飲んでないけど飲んだふりができるかってことですね。はい、では樹木さんありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。アイクさんもありがとうございました。大久保さんもありがとうございます。さあそれではですね、今からチームブラックそれぞれさっきじゃんけんでどこにするかみたいな感じになってましたけれども、本当にみんなも知らないですからね、飲む方々も知らないです。たまたまここに立ちましたが、どこにその本物があるかわからない。苦いもの以外は水です。でもそれを皆さん誰が飲んだのか当ててもらいたいと思います。一人ずついきたいと思います。しゃ、いやワンショットでいくのかって今ていちゃんが。そうですね、ではまずはていちゃんからです。じゃあいいですか、皆さんにやってもらいますか。チームホワイトの皆さんよく見ててくださいね。ではていちゃんお願いします。ちょっと そうですね、こっちできましたよ、平然というか。はい、じゃあマーシーお願いします。さあこれがどうなのか、本当なのか嘘なのか。でちょっとさっきから咳き込んでますけどね。 OK、 飲んだ飲んだ。はい、さあこれが本当かどうか、じゃあアビもお願いします。一気に。一気で。お、静かに静かに置いた。さて演技なのか本当に飲んでるのか、おでんくんお願いします。これ難しいね、これ難しいね。さあ見た目をまず見てる、こっから始まりましたね。さあ中を見て、さあ大鳥キャプテン、行きましょうか、行きましょうか、行きましょうか。早く飲めよ。さてこれは、これは難しいね、めちゃくちゃ難しいね。でちょっとマイクあるのでどうですか、こちら的に今 誰が一番。あ、じゃあ角田選手でも。ちょっと分かんないの、もう一回ない、もう一回ない。あ、じゃあちょっと角田選手どうでした、なんか今の見ててどうでした、誰が怪しいか、誰が怪しそうでしたか。演技だな、明らかに演技だなと思ったら一人いる。柏木さんが演技っぽいって言ってます。柏木さんが演技っぽいと、うん、ね、これマジでむずい、マジでむずいね。長野選手なんか想像つく。俺多分マーシーかな、マーシーが飲んだんじゃないかと。一番平然としてる感じではありますけどね。いや、なんかさっきから他のみんなは多分うって なってる感じがしないんですよね。マーシーだけずっとずっとあの感じ、ずっとあの、これがあの人白っこいから、白っこいから。そうね、演技するからなと。さあ、誰がフロッピングしてるのかというね、本当に本当に飲んだのは誰だと。さあ答えを出していただきたいです。チームの中で誰が、
正解したらこれ30点獲得ですからね。でかいよ。チームホワイト、じゃあいい？シンキングタイム終了。では答えを代表の方お願いします。マーシーで。さあではチームブラック、飲んだ方に手を挙げていただきたいと思いますが、まずファンの皆さんちょっと聞いてみましょうか。テイちゃんだと思う方。マーシーだと思う方。アビだと思う方。おでんくんだと思う方。柏木キャプテンだと思う方。っていうのも今のいいよ。今のもこれ参考にしていいよ。参考にしていいよ。いい？変えない。自分を信じろと。自分を信じろ。変えない。変えずに行く。変えます。変える。キャプテンで。変えました。皆さんが変えました。さあそれでは本当に飲んだのは誰か、飲んだ方手を挙げてください。お願いします。すごいわ、すごいわ。じゃあテイはすごくない。え、すごくないの？テイは本当のリアクションだから。みんながすごい。逆にみんながすごかった。そうね、みんながすごかった。テイちゃん、テイちゃん、あ、じゃ、き、小声でテイちゃんがきついって。どうでした？大丈夫？今大丈夫？I feel bad. I wanna throw up right now. 良くないです。ちょっと吐きに行きたいです。っていうぐらい苦いものということで、以上ブラックチームブラックの勝利でーす。では交代です。今度は交代です。さて、そうです。ちょっと人数少ないんでね、チームホワイトの方が不利といえば不利ですけどもね。では今度はですね、酸っぱいものです。さっきは苦いものだったんですが、今度は酸っぱいんで、苦いよりももしかしたら顔に出やすいかもしれない。かなり酸っぱいクエン酸です。でも体にいいものですからね。センブリちゃんも体にいいものですからね。いい。じゃあ皆さんもうそれぞれ決めました？怖いね。これは怖いね。ではいいですか、チームブラックの皆さん、さっきの要領でよーく見といてくださいよ。ではそうね、そう思うとそうね、柏木キャプテンうまかったね。全員を騙しましたからね、すごいね。ではじゃあ1人目、長野選手から。酸っぱいものです。いきましょうか、お願いいたします。締めた。酸っぱい、そうね、酸っぱい顔が、だから皆さんどんだけ演技ができるかっていうね。こっから入ってるよ、もうこっから入ってるよ。さあどうぞ。ではお願いします。お、もっとって。さあ耐えているのか本当になんともないのか。難しいな、これも難しいね。では今度は杉野選手です。よく見てね、顔のちょっとした変化をよく見て。ではお願いします。あ、こっちのチームはみんな平然といくタイプですね。では橋本選手お願いします。で実際ちょっと怖いよね、なんかどんなものかっていうのね。あ、さあ酸っぱいもの、今のところ2人はかなり平然とした感じでした。では行きましょう、お願いします。あ、怪しいと、この我慢の仕方がどうなんだと。
じゃあ高村選手もう酸っぱいんだよね、だからね、想像するとね、確かにねさあ、いったちょっとむせた。さあこれがどうなんだと。ではちょっとマイク持っていただいて、チームブラックの皆さんどうですか、今の段階ではどなたが怪しい感じで。いやー、誰だ、こうちゃんか長野さんが女かなっていうね、はい、この平然の仕方がちょっと怪しいって感じですかね。そうですね、うん、最後の中村選手はなんかわざとらしい感じ。大地はもう多分何飲んでも多分こうなるんで同じリアクションを取るんじゃないかと。練習中からこれどういうことよ、練習中からこれってどういうことよ。ではじゃあちょっと皆さんに聞いてみようかな。長野選手が飲んだと思う方拍手お願いします。隅野選手が飲んだと思う方、橋本選手が飲んだと思う方、あ、こうちゃん一番拍手でかいんじゃない。中村選手が飲んだと思う方演技全然通じてなかった。もし演技だとしたら、さあこれでは今のが判断材料になるかどうか。ファンブサの皆さんは橋本選手かな。ていちゃんの意見も聞きながらお答えお願いします。いいですか。はい、はい、こうちゃんで。それでは答えが出揃いました。橋本選手が飲んだのではないかと。では飲んだ方挙手をお願いします。あすげえ。ちょっとすいません、マイク持っていただいて、どうだった、味的にどうだった、きつかった。いや、なんかちょっとついてて、あの飲み口にこう口つけた時に、あ、俺だと思ったんで、もう耐えれましたそうか、もうその時点でね。ただかなりきつかった味は。あとでも嗅いだら臭かったんで、うん、もう俺かなと思ってでもただきつかったっす。でもちゃんと顔に出さずに、すごい。ということでチームホワイトも乗り切りました。この試合ドロー。両チームに大きな拍手をお願いいたします。さて、第3クォーターはまだ終わりません。カバンの中身抜き打ちチェック。実はですね、柏木キャプテンにはですね、事前に企画の趣旨をお伝えしております。では柏木キャプテン柏木キャプテン、ではですね、カバンの中身誰チェックするか、一人ちょっと指名お願いしていいですか。話ありました。この話あったんですけど、誰でいきましょうか。だってあんな画像まで用意してますからね。本当だ誰でもいいですか。誰でもいいですよ。言っとくじゃん言っとく。え、言っときましょうか。言っとく、言っときましょうか。え、ちょ、マジやばいっすやばい、行ってく。やばい。行きましょう。行きます。行きます。ということで、それではですね、実は僕もこの長いこと MC やってますが、ロッカールーム入るのは初めてなんでね。ではちょっと、いや、ではちょっと皆さんはビジョンでどうぞお楽しみいただきたいと思います。では柏木選手とマーシーと、マーシーのカバンの中身をチェックしたいと思います。それでは皆さん、こちら僕が今から実況していきますので、お二人の様子をどうぞお楽しみください。ではまずマーシーのロッカー どこですか。あ、こちらこちら、はい、カバンどこですか。もうなんか入ってんない、こんなパンパンじゃないの。パンパンじゃないの。何が入ってるの。ちょっと見せてもらっていいですか。見せてもらっていいですか。ちょっとちょっと、何怖い怖い怖い何入ってるの。
まず何これ何これ何これうわー来て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 ちょっと、ちょっと、何これ何持ってるんですかこれ何ですかこれ制服うんこれかお前これお普段からこれ持ってるのほんでじゃあ次出してよ次何があるんですか本人的にはこんなカバンがパンパンなはずがないとこれパンパンだよね、うん、あとはお腹すいてたのお腹すいてたっすこれいつも試合の時ケータリングつってうわっ嘘でしょ、はい、あこれ明日の朝ごはんにいつも試合の時は日曜日撮って何個めっちゃ出てくんじゃん何お前やるねやっぱりだからお腹空いてたって連呼してたのそうめっちゃ出てこないあもうないですねもうないもうないお財布お水とまあそんなもんですげえちょっといっぱい出てきたねこれですかどうですかキャプテンこれでもう満足ですかまあどう大丈夫他の選手行く行ってく行ってく行ってくこの際ですから行ってくこの際ですから行っちゃいましょう誰行きますどうしようか隅野さんあたり行ってきますよ隅野さんあたり行ってきましょうそれでは隅野さん急いでこないとこちらで勝手に開けさせていただきますので隅野さんのロッカーどこですかあー脱ぎっぱなし脱ぎっぱなしで脱ぎっぱなしあーあぐちゃぐちゃはい、じゃあちょっと隅野さんのじゃあロッカーはいはいスクリーンじゃあスクリーンしていただいてはい何何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 何あと、そうよ、マーシーも何着てんのって話だけどあと何、あと何、あと何まあ、服があるんですけど、出してあれお前ももしかしてお前まで安いな、お前はみんなでさ、シェアするもんだぞお前ら二人はどんだけぐらいもう好きでした、持って帰りたかったちょっと持って帰りたかったですハハ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 最後いや隅田さん隅田さんはいはいお願いしますあれ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 うわ一番持っててるやっばやっばええやっば人に言っといて一番終わり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 これが使用する三河の真実ですじゃあ皆さんまた後ではい、ということで皆さんこの後最終クォーターです現場からは以上でーすそれではクロック通り残り4分4分後に最終クォーターを始めていきたいと思いますあ
シーホースビーカーファンフェス2022-23いよいよ最終クォーター。最後は選手と協力し勝利をつかめミカワールドカップ。これから選手の皆さん、そしてファンブースターの皆さんにご参加いただいて3つゲームを行います。1つ目はジェスチャーゲーム。チームホワイト、チームブラックからそれぞれ2人代表者がジェスチャーをします。それを参加者の皆さんが回答、正解者の人数かける10点が得点になります。ではまずは選手の皆さん、ベンチにお戻りください。ベンチにお戻りください。そして参加者の皆様、どうぞコートの中にお入りください。どうぞ皆さんも大きな拍手でお迎えください。ではそれぞれお席に座っていただきます。ではまずは両チーム代表者、どうぞこちら真ん中に来てください。チームブラック代表者1人お願いいたします。まずは先攻後攻を決めていただきたいと思います。はい、ではじゃんけんをお願いいたします。先攻、先攻、チームブラック先攻です。はい、それではまずはですね、お題がビジョンに出るんですが、参加者の皆さんはお題を見ないでください。上のビジョンは見ないでください。サイドビジョンにも映らないようにしますんでね。サイドビジョンにも映らないようにします、上にまずはジェスチャーゲーム、お題を出したいと思います。こちら、はい、参加者の皆さん見ないでくださいね。はい、他のお客さん見てください。お題はこちら、よろしいですか。はい、誰がじゃあやりましょうかね、これ。誰が行きますか、西田選手でいい。誰が行きますか、チームブラック。じゃあそのまま西田選手が、はい、このジェスチャーをしていただきますので、ご回答いただくのはこのブロックの皆さんです。このブロックの皆さんにご回答いただきますので、じゃあ西田選手センターコートにお願いいたします。ジェスチャーです、ジェスチャーですよ。はい、ジェスチャーです。ではいいですか。むずいね、むずいですね。ではジェスチャースタート。おーおおお、もうこれで伝わった。まだいける、まだ時間あるよ、まだ時間あるよ。さあ考えて考えて、喋らないで。あ、反則、反則、マイナス、マイナス。伝わったかな、伝わったかな、どうかな。じゃあ終了でいい、終了。さあさあ、何のジェスチャーをしていたのか、何のジェスチャーをしていたのか。ではそれぞれお答え一斉に出していただきたいと思います。書きましたかね皆さん。ではお答えお願いします、どうぞ。ドン、ゲームしてる筋肉くん、筋肉くん、アビくん、筋肉くん。ということで正解はシェーファー阿部光輝選手のジェスチャーでした。ということで1点入りまして10点です。どこで分かりました。ゲーム、最初のゲームのところでね、分かったということですが、ちょっとまだ時間があったからね、もう少しできたかもしれないね。はい、なので皆さん時間をフルフルいっぱい使っちゃってください、はい、ということで1人目西田選手の挑戦でした。ではチームホワイト、続いてジェスチャーする方お一人お願いします。お一人お願いします、こちら。いい、では参加者の皆さんは答え見ないでください。中村選手はこっち来てください。上見ないように、上見ないようにお願いしますね。では続いてのお題はこちらです。いけますかね、いける、いける、よく見てるもんね。はい、ではセンターコートに行って、こちらのブロックですね、こちらのブロックの皆さんにお願いいたします。こちらのブロックの皆さんにお願いします。今から中村選手がやりますので、それをぜひ、何の真似をしようか、ジェスチャーですからね、人かどうかもわからないんで、とりあえずでもそれをジェスチャーしてくれます。では
中村選手ジェスチャースタート。そんなことする？何これ？さあでもちっちゃいお子さん2人いて多分違うものを想像している可能性はありますが、お答え書いてください。お願いします。お答え書いてください。何見えたかな。何見えた。難しかった。どうしようね。何だと思った。いいよ、思ったものでいいよ。ちょっと難しいかもしれないね、これ書くとなるとね。ちょっと難しかったかな。じゃあとりあえず皆さん、じゃあお答えを出してください。お願いします。ドン。ガードナー、ガードナー、ガードナー、ガードナー。確かに悔しがってます。中村選手悔しがっております。答えは柏木慎介選手でした。ちょっと難しかったね。でもね、まあでもこれ皆さんのイメージでやってますからね。はい、中村選手いかがでした。いやー、そっちか、そっちか、そっちか。ちょっとじゃあちょっとマイク取っていただいて、いかがでしたか。ちょっと今の明らかにガードナー選手だと思いましたか。あ、もうあのこう筋肉もムキムキっていうところと、うん、なんかこうギュッていつもいつも締めてる。締めてる締めてる確かにね、そういうシーンありますもんね。確かに微妙で、柏木選手ってちょっとはちらついた。あ、ちょっと親方とは思わなかったです。思わなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。親方言ってます。ありがとうございます。じゃあちょっと回答できなかったけど、好きな選手はいますか。橋本選手好きだって。ありがとうございます。じゃあちょっとこっち来ていただいて、ぜひぜひさらっと、じゃあこうちゃんのサインを書いてもらおうか、ここにね。ありがとうねって。じゃあ先生、じゃあ書いてもらっていいですか、さらっとここに。はいはい嬉しいなってこうちゃんも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてチームブラック2回戦目いきたいと思います。マーシー、では参加される方は上見ないでくださいね。上見ないでください。お題はこちらです。だね。いける？いける？イージー、イージーですね。イージーですね。じゃあちょっと行きましょうか。じゃあマイクこちらに置いてっていただいて、ではあそこのブロックの方々が、はい、やるので、ではマーシーのジェスチャースタート。もういいだろみたいな。さて、どう、自信のほどは。いや、もう間違いないでしょ。伝わってる、伝わってる。すごいペン止まってるけど、みんな全員ペンが動いてないけど。さあ、なんか本人は自信満々で帰ってきましたけど、どうでしょうか皆さん。これ今まで選手選手って来てますけど、そうとも限らないんでね、幅は広く取っていただいていいです。だったらまあ選手かもしれないし。ではいいですか、書いた、まだ書かれました。全員書かれたらじゃあ一斉に出していただきたいと思います。なんか自信満々だった割には全然伝わってない感じですけど。いや、それはないと思います。多分皆さん分かってると思うんで。5人中何人ぐらい正解だと思う。5人でしょ。あ、分かりました。じゃあそれでは答えをお願いします。ドン。ガードナー、ガードナー、ガードナー、細谷澄野選手。
ナイス。これはひどい。これはひどいな。隅野どの辺が隅野だと思いました。ちょっとどの辺が隅野選手でした。準備してる姿。準備してる姿。準備してる姿。あっち向いて、振り向いて、パワー。隅野選手やったことある、あれ、あんなこと。多分あります。多分あるか。多分あるって。だからそれからっていうところでしたけど、ごめんなさい、答え中山きんに君でした。ということで全員不正解、残念。ではチームホワイト、続いて誰ですか。長野選手。ではこちら来ていただいて、では参加される皆さんは上見ないようにお願いいたします。ではどうぞビジョンをご覧ください。うわあ、なかなかね。どっちやったっけ、どっちやったっけ。はい、ではどうぞ真ん中にお願いします。参加される方もどうぞ長野選手を見てください。はい、このブロックの方です。ではジェスチャースタート。おお、おお、おお、あれ、これもう分かったかな。投げた、ほんほん、おう。さあですよね、ですよね。では、では伝わったかな、伝わったかな、伝わったかな。でこれもしかしたらサービス問題だったかもしれないね。意外と皆さんスラスラっと書いてる。ありがたい。ではお答えをお願いいたします。どうぞ。大谷、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 大谷。ということで5人全員50点危ねえ、俺これやろうと思って。そうだね、そうだよね。危ねえ。ちょっとじゃあツッコミが入ってますが、かっこ左ではと。あ、すいません、あの二刀流だけど、あれ左だよなと思いまして。そうですね。そうで、どっちやったっけ。減点、減点。マイナス10点。でもね、ちゃんと正解を導き出したんで、50点満点、これで60対60並びました。並んだぞ。以上、ジェスチャーゲーム参加された皆さん、ありがとうございました。大きな拍手、お願いいたします。続いては、フーズハンド。こちらも各チーム代表者2人、そしてファンブースターの皆さんにご参加いただきます。ルールは簡単です。回答者の皆さんには目隠しをしていただいて、制限時間内で選手にタッチ、その感触だけでその選手が誰なのかを当てていただきます。そして当たったチームには10点が入ります。では参加されるブースターの方、お越しください。大きな拍手でお迎えください。ではこちらお座りください。先ほど先行チームブラックだったので、チームブラックからいきたいと思います。ではまずは目隠しをしていただきたいと思います。お願いいたします。ちょっとじゃあお手伝いしていただいてもいいですかね。はい、では目隠しをしていただいて、ではボックスに手を、ちょっと眼鏡危ないんでね。はい、ではボックスがここにありますので、ボックスの中に手を入れていただいて、では引いていただきましょう。どなたが来るのか。はい、このお方です。はい、このお方です。来ていただけますでしょうか。ゆっくり静かにお声を発さずに来てください。でこちらにお座りいただきたいと思います。よろしいでしょうかね。ではこちらにお座りください。お声を発さずに。はい、こちらに。
はい、座っていただいて、では手をこちらにお出しください。はい、ではよろしいでしょうかね。おさわりタイムスタートです。ちょっとびっくりした。はい。はい、あ、さあこれは今誰の手を触っているのかよく想像してくださいね。想像してくださいね。はい、すごいさわさわっと触りますね。はい、さあこれは今一体誰の手を触っているのかを、どんな感じがしますか。あ、ちょっともう分かんないぐらい、ちょっとごめんなさい、緊張して。あ、ちょっとゴツゴツとされてます。はい、ゴツゴツしてます。はい、ちょっと分厚い感じで、はい、はい、ね。あ、じゃあちょっとじゃあお戻りください。静かにお戻りください。静かにお戻りください。静かにお戻りください。はい。ではですね、その目隠した状態のまま選手のお名前をお願いいたします。細谷選手。細谷選手。細谷選手。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。はい、では正解、もう一度じゃあこちら来ていただいて、目の前に立っていただきたいと思います。では目隠しを取ってください。外します。柏木選手でした。どのあたりが細谷選手だと。あのもうこの 手のこのイメージが、はい、イメージが、イメージがもうマッシーだった。僕そんなゴツゴツじゃないんで。もうちょっとシャープなんで僕。ということで、はい、柏木選手と握手していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこのような形で第1回戦の2試合目、チームホワイト、ではこちらにボックスがあります。はい、引いていただきました。はい、このお方です。出てきてください。出てきてください。さあこのお方です。静かに来てね、声を発さないように。さあどうぞお座りください。では手をこちらに出していただいて、はい、それではお触りタイムスタートです。どうですか。大きいですか。大きいです。はい、ごつっとしてますか。うん、そうですね。節がなんか関節が。関節が、はい、節が。春、はい。はい。分かんない。分かる。もう今この段階で分かる。分かんないです。分からない。でもね、4分の1なんでね。そうなんですよ、ね。そうですね。すっごい関節触るね。ではじゃあお答えを。お願いしたいと思います。角野選手。はい、角野選手というお答え。ではこのままじゃ座ってていただいて、では目隠しを外してください。中村選手でした。迷いました。はい、迷った挙句最終的に、すいません、ちょっと推しの選手ということでしたが、中村選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いてチームブラック、続いていきましょう。もうでもね、またさらに確率は減ってるんで、はい、この方です。お越しください。どうぞこちらに。まあ、静かにお声を発さずにね、ここに座っていただいて、はい、それでは手を出してください。ではおさわりタイムスタートです。どうなんとなく想像は今の段階でどうですか。小さい思ったより。ほう、ということはってことですね。なんかもしかしたら、ね、なんかすごい手のマッサージしてるみたいな。では
そのままお答えをお願いいたします。細谷選手。おでは目隠しを外していただきましょう。マシでーす。おめでとう。なんとなくこの手の大きさで分かったかなという。小さいなんて一択ですね。あんまり変わらなかった。あんまり中の手の大きさも変わらなかった。小さいなんてもう一択しかないんで。ということですが、小さすぎんだよ。マッシーでした。おめでとうございます。10点入ります。チームブラックちょっとリードしました。ではチームホワイト最後、ではまずは抽選箱から1名引いていただきましょう。もう選択肢はでもね、あともう3人ですからね。はい、誰が来るかっていうところですね。はい、お願いいたします。お願いいたします。誰が来るのか、今目の前に誰が来たのか。それでは手を出してください。こちらに、はい、そうですね、はい、おさわりタイムスタートです。え、なんかしっとりしてる。なんかしっとりしてますか。そうですか。でも、あ、なんか他に何か特徴ありますか。え、なんだろう、あんまり節がない。あんまり節がない。なんだろう、関節のね、そういう節がね、しっとりしていて節がない。あ、でもすごい、そうですね。終了です。誰だろう。ではこのしっとりした手は誰の手だったのか。すみのくん。お、なんで。なんとなく、なんとなくしっとりしてるな、すみのくん。では目隠しを外していただきましょう。橋本浩ちゃんでした。すみません。しっとりしてましたか。なんかしっとり。すみません、ありがとうございます。こちら的に しっとりしてるって言われたらどうでした。いや、僕結構手汗すごいんで、はい、バレちゃいました。バレちゃった。まあでも正解ではなかったんですが、そうですね、これで70対60、ブラックが10点リードでこの試合を終了となります。以上、フーズハンドのコーナーでした。では、続いてこちら行きましょう。最後のゲームとなります。最後はバスケでティキトス。ティキトス、ご存知ですかね。紐で吊り下げたリングを振り子のようにトスして的となるフックに引っ掛けるという単純なゲームです。今回はこれをバスケ版でやっていきます。勝負は2回戦制。今コート内、達夫もセッティングしていますけれども、各チーム代表選手が3ポイントを打ちます。1本入るごとにこの達夫の大きなぬいぐるみを相手陣地へと持っていきます。これを1分間で行って、相手側に達夫を動かしきるか、1分後に相手側に達夫がいたチームの勝利です。なのでホワイトはブラック側に、ブラックはホワイト側に達夫を移動させてください。勝利チームは10点獲得です。それでは代表者1名お願いいたします。こうちゃん、手がしっかりした、こうちゃん。そしておでんくんでいきますか。他の選手はじゃあリバウンドでお願いいたします。いいですか。打ってシュートが入ったら達夫を動かしに行ってくださいね。これ取ってもいいです、これ取ってもいいです。よろしいでしょうか。では制限時間1分、いきましょうか。それではよーい、スタート。さあ、3ポイント決めたら動かす。両方とも、両方とも見合った、見合った、見合って真ん中、急いで急いで急いで、シュート入ったら、入ったら動かす、入ったら動かす。さあ、お互いなかなか決まらないが、2本目決めた、決めた。さあ、西田選手が決めた。なかなかホワイトが決まらない。ここで西田選手がもう1本決めたらでかい、決まった。さあ、もうあと1回、もうあと1回で相手陣地へと行くぞ。
相手陣地へと行くぞ、決めよう、変わらん、あ、戻った。さあ西田選手あと19秒、戻した、こうちゃん戻してきた、真ん中に戻した、でも西田選手も決めた、こうちゃん決めた。さあ最後どっちが決めるか、決めた方がこれ勝負を、決まった。ちょっと早かったということでチームホワイトの勝利。入りましたが最後の最後わかりました、わかりました。でも一応これでイーブンということで、これ次最後の対決なんで70対70でいいですか。それでは2回戦続いて、2回戦今度は制限時間なしです。相手側にタツを動かしきったチームの勝利、いいですか。勝利チーム1万点獲得です。ということでこの勝負に勝った方が勝利。一応原則としていいですか、皆さんシュートを打って決めた人1人が打ってる間他の選手は打っちゃダメです。いいですか、同時に打てないです、原則として同時に打たないでくださいね。でも最後どうなるか分かんないんで、とりあえずチームホワイト、チームブラック最後かけていきましょうか。それではバスケルティキトス、よーいスタート。きた、順調に順調にいってる、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 さあ動かした、ていちゃん動かした戻った、もうなんかよくわからない、よくわからない、全然よくわからないことになって、今のところ達夫は真ん中、今のところハハ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 。最終的には10,070.70、チームホワイトの勝利です。ということで第4クォーターまで白熱した戦いをお届けしてきました。では選手の皆さん最後ご整列をお願いいたします。チームスタッフの皆さんもコートへお願いいたします。最後はですねチーム関係なく背番号の若い順からお願いいたします。ファンフェス2022-23、早いものでエンディングのお時間となりました。最後に選手一人一人からファンブースターさんに向けてのご挨拶です。柏キャプテンには最後にいただきたいと思います。では中村選手からお願いいたします。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。僕自身、こういったイベントが本当に久しぶりで、もっともっと、皆さんとこれから楽しみたいなと思うんですけど、また期間が空いてしまいますが、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では細谷選手お願いいたします。皆さん今日はありがとうございました。僕が一番楽しんでたと思います。改めまして、今シーズンも応援ありがとうございました。本当に皆さん の, あの声援のおかげで、最後まであのチームとして、一つになって、戦えたと思います。また来シーズンもシーホース三河の応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございます。長野選手お願いいたします。今日はありがとうございました。もう自分も発表出たんで来シーズンも頑張りましょう。ありがとうございます。それでは住野選手お願いします。今日はありがとうございました。
来シーズンのことはまだ決まってません。ので、個人的にはそうですね、このオフシーズンしっかりもう一回、自分体作りからやって来シーズンも頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。西田選手お願いします。今日はありがとうございました。あとこの場を借りてアワードにみんな投票してくれた方々本当にありがとうございました。まだ発表ないんですけど選ばれるように皆さん願っておいてください。はい、まあ、コロナが明けてこういうイベントができること本当に幸せに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では橋本選手お願いします。今日は短い間でしたけど、ありがとうございました。皆さんと、こういうふうに、楽しむことができて本当に良かったですし、来シーズンもしっかりシオス三河で頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。シオ選手お願いします。今日はありがとうございました。去年とかの感謝祭に比べてやっぱりこうやってファンの方々と直接一緒に楽しむイベントがいくつかあったのですごい楽しかったです。これからもっとこういう機会が増えればなと思ってます。今シーズンありがとうございました。また来シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございます。ではていちゃんお願いします。Thank you guys for coming out tonight. Hope you have fun and see you guys next season. Hopefully you're gonna fight for a championship. 皆さん、今日は来てくださって本当にありがとうございます。みんな楽しんだでしょうか。また来シーズン頑張って一緒に、チャンピオンシップに行きましょう。ありがとうございます。では柏木キャプテンお願いいたします。皆さん今日はどうでしたか。ああ、よかったです。ありがとうございます。ちょっと個人的には細谷さんがいまいちだったなと思うんですけどまあそれはそれは。改めて今シーズン本当にたくさんの応援 ありがとうございました。今日もこうしてたくさんの方が、会場に来ていただいて改めて本当に皆さんに支えられているなということを、強く感じましたし、感謝の気持ちでいっぱいです。また来年ここで、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。また来シーズンもぜひ応援のほどよろしくお願いします。今シーズンもありがとうございました。柏木キャプテンありがとうございました。それでは最後に1995年の就任から28年、今シーズンをもって退任することが発表されました鈴木公和ヘッドコーチよりファン・ブースターの皆様へご挨拶です。こんにちは。まずはじめにたくさんの花束等をいただいてありがとうございます。それと今年1年、たくさんの声援いただいて、非常に私自身も期待して挑んだシーズンだったんですけども、選手にはもちろんですけども、ファンの人たちに悲しい思いというかね、残念な気持ちで1年間終わったのは本当に心残りです。ただ長い28年の中でいろんなことはありましたけども、もちろん選手やスタッフも当然のことがあったら、勝った時の喜びの顔、それを見るのが私の一番の幸せでした。で、今年のチームはいろいろ私のマネジメント、それからまあ采配含めてですね、私の責任でこういう結果になってしまったんですけども、最後の方には選手に対しては辞めるということを言わないで、しっかりやらせるようにして、で選手たちは非常に、最後になりにつれて、考える能力、クリエイティブさが出てきて、しっかりコーチに対して意見を言ったりとか、そういう非常にいい成長が見られました。で、来年はきっとこのチームはいいチームになるなと、予定通り3年計画で作ったチームなので、来年はぜひ花咲かせるなっていうことで毎日モチベーションを上げながらやっていたんですけど、残念ながらやはり成績がやっぱり私が見た中で一番悪い、まあ大体15位ぐらいですかの成績なので、当然解任されるのは当然だと思いますし、それを真摯に受け止めてチームを去りますが、間違いなくこのチームは成長段階にある素晴らしい選手とスタッフたちなので、ぜひ来年も
引き続きですね、熱い声援を送ってくればありがたいなというふうに思います。私自身本当にこの長い間28年間塩澄三河というかこの三河でねコーチをやったんですけど、その前にも大学のコーチ、それから現役選手やってる時から、会場に 足を運んで応援してくれる人たちがたくさんいて、今回もたくさんの方から、メール等電話等いただきました。自分がこんな人たちに支えられてこのチームを長い間見たのかなと思うと、本当にみんなと別れるのが本当に寂しいです。ただまだまだいろんなことが選手たちには訪れると思いますけども、きっといろんな壁に立ち向かってですね、いい選手になっていい指導者になって、そして来年はいい結果を出してくれると信じています。私は長い間このチームでお世話になり、すべての方、会社の方も含めファンの方も含めてすべての方に感謝を申し上げて、最後の挨拶に返させていただきます。本当に長い間ありがとうございました。それではここで長年鈴木公和ヘッドコーチとシーホース三河の歴史を築いてきた柏木慎介選手より花束の贈呈です。皆さんに書いていただいた寄せ書きはまた改めてコーチにお渡ししたいと思います。1995年の就任以来、天皇杯やリーグ戦での数々の優勝、多大なる功績をこのシーホース三河というチームだけでなく本当にバスケット界全体に残してくださった鈴木公和ヘッドコーチに大きな大きな拍手をお願いいたします。改めてすみません、じゃあ柏木キャプテンと鈴木公和投手前に出ていただいてお写真を撮りたいと思いますので、はい、お願いいたします。あなたはじゃあ持ったままでお願いいたします。それではこの後全員の集合写真も撮りたいと思いますので、ぜひチームスタッフの皆さんもぐっと真ん中に寄っていただいて、選手の皆さんも真ん中に寄ってください。では正面 OK です。じゃあこちら側をお願いします。こちら側にそのままぐるっと向いていただいて、よろしいでしょうか。ありがとうございます。では後ろ側 TO 側もお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは向こう側もお願いいたします。ありがとうございます。ではもう一度正面を向いてください。2022-23今シーズンのシーホース三河に大きな拍手をお願いいたします。以上をもちましてファンフェス2022-23を終演いたします。本日のご来場、そして
今シーズンのシーホース三河のご声援本当にありがとうございました。それではこれより選手チームスタッフがハイハイブウォークをして退場いたします。ハイハイブウォークのご準備よろしくお願いいたします。またこの後ロビー内および出口の密集を避けるために規制退場を実施いたしますので、このままお席でお待ちください。やむを得ずご帰宅を希望されるお客様はお出口へご移動をお願いします。その場合選手がお見送りおよびハイタッチをすることができませんので、あらかじめご了承ください。ハイハイブウォーク中や1階ロビーでのハイタッチの際、選手やチームスタッフに直接プレゼントをお渡しするのはご遠慮ください。プレゼントをお渡しされる場合はインフォメーションにてお預かりします。皆様のご協力よろしくお願いいたします。